はい、皆様お待たせいたしました。それではアザラシのショーに続いて、こちらのステージではペンギンのショーを始めていきます。はい、それではまずはじめにこちらにいるペンギンたちですが、種類をフンブルトペンギンと言います。皆様、ペンギンと聞くと寒いところにいるイメージがとても強いかと思いますが、こちらのフンボルトペンギンは野生下では南アメリカのチリやペルーといった比較的暖かいところに生息をしているペンギンなんです。北海道の冬は少し苦手なんです。冬の間の小樽水族館ではこちらの室内にてストーブをつけて飼育をしているくらいなんです。今日はステージ上にいろいろな道具がありますので、そちらの道具を使いながらフンボルトペンギンについてのお話をしていきます。それではまずはじめにこちらの低い飛び込み台をやっていきます。さあ、ここでは私の指の合図でペンギンたちがプールの中へと飛び込みます。はい、じゃあ魚食べたらいきますよ。はい、いらないみたいですね。はい、それではいきますよ。前向いて、ちょっとね、これこの角度じゃね飛ばないので、はい、もう少し前来てね。いきます。はい、せーの、飛び込み。はい、ちょっとね、魚が足りなかったみたいですね。はい、じゃあ魚食べて。あ、いいですね。はい、じゃあいきますよ。あ、君いきますか。はい、せーの、取り消す。はい、それでは泳いでるペンギンたちたくさんいますので、泳いでるペンギンご覧ください。はい、ペンギンじゃない鳥がちょっと混ざってますけれども、ペンギン泳ぐスピードは約時速16キロと言われています。この時速16キロどれくらいのスピードかというと、水泳のオリンピック選手の2倍くらいのスピードなんです。はい、あ、さあ、それでは続いてこちらの浮島やっていきます。はい、さあ、ここでは揺れる橋の上をペンギンたちが歩いて渡っていきます。はい、どうですか。あ、いいですね。こちらにね、もう4羽のペンギンいますからね、どれか1羽は行ってくれるでしょう。はい、それではいきますよ。せーの、はい、それ。落ちちゃいましたね。はい、じゃあね、魚食べたらいきますか。はい、魚いっぱいありますからね。はい、いきますよ。せーの、はい、どれ。せーの、はい、今日はね、ちょっとね、浮島やりたくない気分なので、それでは次の種目いきます。はい、次の種目はこちらのシーソーをやっていきます。はい、あ、いいですよ。はい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 、はい、大成功です。はい、たったこれだけの種目です。ちょっとね、こっちは見ないでくださいね、これまだですからね。はい、ただいまペンギンたちの体重を利用してシーソーを動かしましたが、外野のフンボルトペンギンの体重は約3キロから4キロです。皆様よく目にするカラスやカモメといった空を飛ぶ鳥たちは、フンボルトペンギンと体の大きさはあまり変わらないのですが、彼らは体重が1キロにも満たないんです。どうしてそんなに重たい作りをしているのかというと、ペンギンは海の中で魚を捕って生活をしているので、体には大きな水圧がかかってきます。その水圧にも耐えられるように頑丈な骨と強靭な筋肉がついているので、ちょっと重たい作りになっているんです。はい、それではシーソー大成功ということで、さあ、続いての種目はこちらのハードルを飛んでいきます。はい、この低い方から10センチ、さあ、続いて15センチ、あ、こっちですね。はい、10センチ、はい、15センチ、そして20センチです。はい、それではね、まずこっちの10センチからいきますよ。はい、どうですか。はい、10センチ。はい、10センチ、頑張って。ちょっとね、低すぎて飛びたくないみたいなので、次15センチ。お、15センチ、頑張って。はい、ちょっとね、乗っか
かりましたね今。はい、じゃあ最後20センチどうですか。頑張って、ダメ元寝ないですね。はい、20センチ誰か頑張って、20センチ実は野生下では岩場でも生活をしているので意外と足の力も強いんです。本気を出すと自分の背丈と同じくらいの高さなら飛び乗ることができると言われているのですが、どうですか、飛ばないですか。はい、頑張って。はい、さあね、今日はね飛びたくないようなのでこちらのハードルも20センチはね中止にしたいと思います。まあ、魚持ってどっか行っちゃいましたね。はい、それでは続いての種目こちらの滑り台やっていきます。はい、それではねまずこの長い階段を登るところからなんですけれども、はい、それではね今日は2羽のペンギンがこちらの滑り台を滑るようです。はい、じゃあねこっちまで来て、はい、はい、いってらっしゃい。はい、はい、はい、いってらっしゃい。はい、そうね、全然滑ってないですね。はい、さあ実は足元をよく見ていただくと鋭い爪が生えているので、その爪で地面をしっかりとキャッチして歩くことができるんです。なのでこのような斜面でも滑らずに歩くことができます。はい、それではね、いよいよ続いてが最後の種目なんですけれども、最後の種目行く前にですね、ペンギンたちが食べている魚の紹介をしたいと思います。はい、ただいまペンギンたちが食べている魚はこちらの小さなアジです。こちらの小さなアジの他にも小さなサバ、それからイカナゴといった魚を主に食べています。ペンギンたち魚を食べるときには魚を噛まずに丸飲みにするんです。ペンギンたちに歯は生えていないんです。さあ、歯は生えていないと言いましたが、ペンギンたちの口の中よく見てみるとたくさんのトゲトゲが生えています。そのトゲトゲ胃に向かって生えているので捕まえた魚を逃がしにくくする鰓歯の役割、そして飲み込む際にはですね魚を飲み込みやすくする役割があるんです。はい、さあそれでは続いてがいよいよ最後の種目です。最後はこちらの高い飛び込み台をやっていきます。はい、さあここでも私の指のサインでプールの中へと飛び込みます。はい、じゃあね魚食べたらいきますよ。はい、魚食べたら、はい、あ、いきますか。はい、さあね、それではペンギンの豪快なダイブちょっといきますよ。はい、せーの、はい、どういけ。はい、いかないですか。ちょっとね、危ないから押さないでね。はい、じゃあね、君行きますよ。ちょっとね、サイン出したいんですけれども、ペンギンこの角度はですね、絶対飛ばない角度ですね。それでもサインは出してみたいと思います。はい、せーの、これ行け。はい、あ、ちょっとね、飛ばないし魚食べないしでね、ちょっと何しに来たんでしょうかね。はい、はい、それでは以上で全種目終了しましたので、最後に集合だけしてもらいます。はい、集合。はい、ちょっとね、サインで飛んでほしかったんですけどね。あ、はい、あの集合ももちろん集まらないです。はい、それでは以上でペンギンのショー終了にしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。